はい、こんにちは。レトルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。ということで今回も、世界のコースというか、まあ、視聴者さんにね教えていただいたコースを、やっていこうかなと思いますけども、まあツイッターとか、なんかね掲示板とかでいろいろ教えていただいてありがとうございます。いやー、第3回目いろんなコースやりたいんだけど、簡単なコースがいいな超なんかね、なんか俺余裕すげえ上手くなったみたいなこと毎回言ったことによってすげえ難しいコースめっちゃ送ってくんの。違うよそれは違うんです。面白くて簡単なコースでしょ俺がやるのはということで、まあね、難しいコースもまあ頑張ってクリアしたらやっぱ気持ちいいんで、まあそれも含めて、いろんなコースを今回もやっていきましょう。簡単なコースに当たると嬉しい。はい、今回は謎解きお化け屋敷ミステリーハウスという謎解きか。あんま謎解き系のコースはやってこなかったんだよね。うわ、クリア率 0%。 まあ27人が27回チャレンジして、まあとりあえず 0% なのかな。もうじゃあ俺が初のクリア者になりましょうよ。まあいけるだろいけるだろ。謎解きお化け屋敷ミステリーハウス、まあでも10人は諦めてるわけだもんな。とりあえずここは、あっ、もうここでね、これを持っていかなかったらもう罪なわけですよ。まあ、俺はまあ忘れていかないけどね。よし。で、これを出すと、でかくなって。あ、よしよし。あー、なるほどね。じゃ、これはとりあえず持ってっていいのかな？はい。これ入って、わ、矢印が2方向にあるぞ。右側が、これがある。これはおそらく、なんだろう。トゲゾウのヘルメットとかがあれば、なんか潰せんのかな。これ、ジャンプしとかないと落ちちゃうやつだ。お、これ面白いな、この仕掛け。この仕掛け、盗みます。あー、まだ上もある。で、こっち行ったわけか。おい。あ、やばいな。あー、うおやばいな、これ迷路だな、完全に。じゃあ、こっち上をまず行って、行ってみて。でもあんま死ぬこと自体は、あ、なるほどなるほど。このピースイッチどうしたらいいっすか俺いまだ持ってるんですけど。これで OK かな。おい、ちょ、危ねえ。ちょっと待って、これ踏んで、おい、おい、もう一個。あー、危ねえ。そう、じゃあこれを壊し、これ、あ、おいでおいでおいで。もう一回上行かなきゃいけないかな。はい、はい。このピースイッチずっと持っていかなきゃいけないのかな。できるだけ下に出しておいた方がいいかな。まああんまりすぎるとこいつらに殺されちゃいそうな感もあるけど。はい、よいしょ、いい位置、完璧な位置。よし、もういいや、もういいもういい。うわっ、のこのこで潰させんのかな。よし、オッケーオッケー、イエーイ。いやー、これ死にたくねー、これ死にたくねー。出てくんな出てくんな出てくんな。うわー、怖いなー、これ出てくんな。よし、こっから入ったんだよな。やだなーやだなー、すげーやだなー。わー、ただ3人3つしか出ないっぽいから、あーくっそくっそー、こうなるんじゃねえかなと思ったんだよね。あ、うん？で、3人目出たとこで、怖い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 、邪魔だな。これさ、一回入ればブロックってどうなるんだろう。戻るでしょ、ブロック。あー、ない。よし、これでいいじゃん。で、ここ上、こわ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 、ほい、よしよし。おー、これ P スイッチは P スイッチ持ってきてるけど、わ、やられたな。ここジャンプしなかったらキノコ取れたのか。腹立つ、 P スイッチ邪魔なんだけど。あ、これ、あ、でも右もあるな、当たるのかな。ほい、え、これ上行けるか。ほい、よし、
でもこれは、あ、でも上いけるっちゃいけるけど。え、なに、え、どういうことこれ。あ、はあ、そういうとこに。これは、あ、なんも、あ、よし、このピースイッチいるかな。最後までピースイッチ持っておかないとダメみたいな展開あるかな。あー怖い。ヨッシー乗った方がいいな。ヨッシー乗って全部ことを済ました方がいい。よし、これでとりあえずこれを使うことで、こうやって届くかな。普通にジャンプで届かないのかな。うーん、じゃあこういった方がいいのか。えっ、これは、どうすんだこれ。あ、食うんだ。食えばいい、食えばいい。待って、このピースイッチちょっと邪魔だな。いんのかな、本当に。ほい。食えない。やばいやばい。嘘。食えないのこいつ。どうやるんだろう。これ何これ、このピースイッチ何なんだろう、分からん。あ、待って、いや、何もないか。よし、奇跡を待って大ジャンプします。ヨッシープラスマリオのでかいやつでなんとか。よし、乗り越えた。なんとか、なんとか乗り越えたよ。続きが見れる。終われ。あー、終わらない。あ、やっぱそういうことなのか。上は、上はツタでこれを取れっていうことだよね。うん、上行くのは怖い。ほい。え、これどうすんだこれ。え、どうすんだこれ。どうやって飛んだこれ。あの、とりあえずなんとかしてあれをゲットしなきゃいけないんだよな。これちょっとここの様子見に行こう。あぶない、危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 ない。あのトゲをトゲで手で去って倒せんのかな。あ、なんかある、なんかあるけど。ああ、いらねえ。いらねえ。なんもねえしな。これを壊せる。あ、でもこれは上に上がっても。あ、あ、なんか、なんかできそうだな、これ。ピースイッチ来た。ちょっとここのクリボンは置いといて。このピースイッチ、あー、なるほど。ピースイッチを押しさえしたら、おい、よし、かぶせたー。とりあえずこれはオッケーだよね。いけんのかな。ちょっとしゃがんで、あ、倒せる、すげえ。オッケー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 。俺もちょっとここで全員駆逐するまで待つからな。129秒しかねえ。ジャンプするの怖っ。時間ねえからな。よし、全員殺すまで俺はあえて時間を待たす。はーい、お化け駆除、ゴーストスイーパー。これで、これで、これでいい、これで終わり。あそこはもう終わったから、あ、あ、あー、なるほどなるほど。あー、取れちゃった。ん、積むのか、積むのか、面白いこれ。積んで積んで、なんで急に引っ越し屋の仕事しなきゃいけないんだよ俺。あーい、で、どういうこと。時間ない、時間ない、時間ない、時間ない。どういうことだこれ。わからん。今のを、てか64秒しかない。あ、いた。64秒しかねえじゃん。1個持っ
なんか持っていけば歩くの速くなるみたいな、ないかな。ん？なんでたまに前に進んだんだろう。いやー、下がったらなんかダメだもんな。どうやるんだろう。どうしたらいいの？わからん。あ、たまに進む。たまに進むんだよな。ここまで P スイッチを持ってないとダメってこと？いや、一回途中で P スイッチゲットできるゾーンあったよな。あれで P スイッチ持ったらさ、ベルトコンベアって止まったような記憶がちょっとあるんだよね。だから、P スイッチを2回目にゲットできるところで持っていけば、いけるみたいなことかな。ちょっとやってみよう。よし。これ、P スイッチ持ってるから、ここ怖いよ、ここ。よし、ここゆっくり行こう。これ持ったまま行かないとダメなパターンもあるかもしんないからね。で、あー怖いな。とりあえずここに置いて、踏んじゃいそうだな。ちょっとここ置かしといてね。オッケー。ちょっとなくなっちゃダメだよ、P スイッチくん。ちょっと、目に、目に見えるとこに置いときたい感あるわ。よし、P スイッチなくなんないでね。本当にお前、ここまで来るの割と時間かかるからね、本当に。なくなんないでね、オッケー。で、あと1個。よし。これで、P スイッチ持ったまま、行って、こうやって行けないけど、あ、止まった！よっしゃ、オッケー！あ、追ってくる。何？これなかった、ダメだったんだ。ちょっと、やったー。どっか連れてかれる。よーし、うわ、このトゲの頭のやつをあのドスのとこで失ってたらここで積んでたんだ。オーケー、やったー。はーい、ということで謎解きお化け屋敷ミステリーハウス、初めて俺が、このクリア者と、なりました。ご視聴ありがとうございました。はい、ちょっと時間余ってると思うんで、ちょっと世界のコース見てたら、これなんかこの見た目美しいよね、このサムネが。クッパの怪しい要塞ってのがあったので、まあ、クリア率的にもね、一発でクリアできると思うんで、ちょっとこれやってみようかな。バーザーズフォーテス。わー、でもなんかこれ下のとここうくっつけたりもできんだな。うわー、びっくりした。やめろよ。あー、俺これで死んじゃう。やっぱ死んだ。いや、無視すりゃいいじゃん。みんな死んでる。みんな死んでるから俺も死んでもいいよね。これ。これ無視無視でいいな、無視無視無視で、クッパの怪しい要塞所、これなんか見た目が美しいね、なんか。おー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 おおで、わあ、なんだこれ、めっちゃ綺麗と思ったけど、ああ怖い。このクリボーちょっとお守りに持っていこう俺。ああお守りが。お守り持っていこう、お守り。クリボーちゃん一緒に行きましょうね、俺のペットね、これ。わあ、これ怖いな、怖ーい。お守りのせいで失敗した感あるな。二度とお前持たんわ。よし。おい、オッケー。お守り復活あるかな、これ。復活すんのかな、お守り。いらない。怖い。君怖いよ。で、こうブロックを伝っていきつつ、あ、お守りが。お守り帰っていってる。お守りなんか悪いな。ちょっと。怖いな、これ。あ、これ順番になってんだ。さだまさし、これ右行って、これ面白いね。おい、急ぎすぎるとダメなんだな、これ。ここは落ち着いていこう。あ、これ潰されんじゃね。あった、潰される、これ。ってことは下にある状態の時に、あ、この状態の時に渡んなきゃいけないの、面白いな。で、こう、ここを登っていくと。さっきのとこ、この土管にくぐる前にさ、上のルート行っちゃってもよかったんじゃないか説あるけど、どうなんだろうね。おー、怖い。よし、
でした。わあ、これ本当か本当か本当か、よし本当だった、すいません、騙す。でキノコ、よし久々にキノコゲットできたな。ほいほい、ここは入れない。こういうのはね、上にいるときに、上に登ってるときに乗れば角度ずれないからね。で、オッケーオッケー。で、ここ失敗したくないな。何気に難しいな。結構その割にはクリア率高いな。うん。結構普通に難しいと思うんだけど、俺これ。おい、よし、オッケー、ここまで来た。まあ、クッパのっていうぐらいから、そろそろクッパが、やっぱ出てきた。お、お、クッパちゃん？クッパちゃん正面クッパで終わった。あー、なんか何ルートかもあるのかね。おー、まあでもそんなには難しくなかったけど、ギミックとか見た目の美しさすごかったですね。はい、ということで今回は2つのコースやらせてもらいました。さっきやったね、クッパの、見た目が美しいコースと、初めてなんか謎解きっていう謎解きをやったかなって思います。なんかヨッシーのとこのジャンプとか、あのヨッシーのところの、あのパックンフラワーがあるとことかゴリ押しで割と行ったんだけど、なんかあれ正規ルートじゃない気がするんだよね。キノコないと無理だもんね。結構強引に行った感あるから、本当はね、なんかちゃんとした解き方があったりするのかなっていうのもありますけど、やっぱ謎解きコースは面白いね。うん。ということで、まあ俺もね、いつか謎解きコースとかまだ作ったことはないので、作ってみたいと思います。ということで、また視聴者さんのコースやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。レトルトさーん。ああ、まあまあ、一個はほとんどの可能性でつかめんだな。頼みます。違う、違う、来い。ああ